皆さんこんばんは。今回はこちら天下一武道会終わりましたということで、今月も天下一武道会終わりましたので、僕のフレンドさんのランキングの方をご紹介していきたいと思います。まあこれいつも言われることなんだけど、俺のランキングはじゃあどうすんだよってことですけど、最後にご紹介いたしますので、お楽しみに待っていてください。それではすごい結果が出てしまいました。また行きましょうか。ベスト3までね、フレンドランキングの方発表していきたいと思います。はい、まずは第4位の方はね、ちょっと名前だけになってしまいますね。ポイントとか載せられなくて、このちょっとこう見切れてる部分、コウさん第4位です。そしてこれから第3位2位1位の方ね、ポイント、そして順位の方発表していきますんで、いきますよ。すごいですからね。それは第3位からいきましょう。第3位はこちらの方です。 KHZ さん、ポイントの方が1,10,100,1,000,10,100,1,000,1,867,6809ポイント、10位の方が410位、1000位切ってきましたね。俺のチャンネルでは KHZ さんおなじみかと思います。それでは第2位の方の発表でございます。第2位はこちらです。復活の F かっこ無課金さん。無課金なんてすごいな。ポイントの方が1,876,3,390ポイント、10位の方が388位、結構僅差だったね、 KHZ さんと。すごい。それではあっさり来てしまいましたが、本日の第1位の方発表をしていきたいと思います。 A のゲームチャンネルドッカンバトルフレンドランキング第1位は、ゲノムさん。何連覇、3連覇4連覇わかんないけど、ゲノムさん、一応今第5回までランキングやってますけど、ゲノムさん全部ベスト3入ってるんじゃないですかね。すごい。ポイント見てください、3,388,7,064ポイント、10位の方が25位、やばいね。今回も切ってきましたよ。すごい、100位以内。ちょっと待って、ポイントやばいよ、やばいっす。とりあえずゲノムさんおめでとうございます。本当にすごい。ということで、これで第5回天下一武道会終了です。ありがとうございました。また来月お会いいたしましょう。さあ、今回は逃げません、逃げませんよ。俺はちゃんと皆さんに僕のポイント、そしてランキングの方をね、ちゃんと見てほしいんです。ビビるなよお前たち。俺のポイントとランキング、もう一回言うけど、ビビるんじゃねえぞ俺の優勝回数。それでは私 A のランキングの方を発表していきたいと思います。それでは行きましょう。オープン。遊びすぎちゃった。では、次回も、ムダ毛チクゲ動画でお会いしましょう。